She started out as a fashion icon in Japan, having appeared in numerous fashion magazines for her loud and flamboyant style. How apt is it that 20-year-old Carrie Pomu-Pomu is now appointed as a Kawaii Harajuku ambassador, tasked with promoting Japan's kawaii culture?この原宿の可愛い文化っていうのもすごく私は大事にしていて、もともと高校2年生の時に原宿のストリートスナップで写真を撮られたことがきっかけで、モデル活動をやったりだとかしていて、原宿という街に出会ってキャリーパミュパミュが誕生したっていうのもあるので、恩返しもしたいなと思うので、その可愛い文化も発信しつつ、あとはやっぱり音楽活動で日本だけじゃなくて海外にも進出していきたいなと思うし、その他にも日本のアーティストさんって本当に素晴らしい人がたくさんいるので、私だけじゃなくてみんなでこう一緒に音楽活動をやっていけたらいいなというふうに思います。 The singer also wears many hats. Apart from literally wearing an array of eclectic hats,The multi-talented Carrie also takes on multiple roles as a model, blogger, singer, as well as a businesswoman. そう、やっぱり音楽活動が一番これからも力を入れていきたいなと思うところで、今実は日本だと MC をさせていただいたりとか、バラエティもちょっと出たりもしてるんですけれど、やっぱり今たくさんお仕事をさせていただいている上で一番楽しいのってライブをしている時なので、私やっぱりそのアーティストとしてもこれから頑張っていきたいなと思うし、それでもファッションも大好きなので、衣装とかそういうところに自分でこうデザインしたお洋服を着てファッションと音楽に力を入れていきたいなと思います。 So does the fashion icon have any advice for Singapore girls? Find out in our next clip.